皆さんこんにちは、酒井です。私は主にコンピューターソフトウェアの低いレイヤー、低レイヤーと呼ばれる分野に興味がありまして、独自の組み込み OS の開発や各種アーキテクチャのアセンブリ言語の読解、独自のコンパイラーの開発といった活動をしています。またそれらを活用していろいろな人材育成イベントでの講師や書籍の執筆、アセンブラ単価、バイナリカルタ、バイナリタジャレといった技術コンテンツの作成など様々な活動をしています。私は技術者という仕事が大好きなのですが、何か課題があったとき、それを自身の技術で解決できたり、解決するための技術的な提案ができることが技術者にとって重要なことであり、また魅力であるとも思っています。グローバル FDE としてそれらの活動をさらに活性化させて、自分が学んだ技術を伝えていくことと、それに加えて技術というものの面白さや魅力を社会に広めていきたいと思っています。